どうも、ニットです。本日も自撮りで東京都内某所でお送り出します。さて、今回はですね、サッカーの FIFA サッカー、女子ワールドカップのことについてお話ししたいと思います。残念ながら、我らがなでしこジャパンは、連覇をすることはできませんでした。まあ、やはり決勝はですね、序盤でまさか立て続けにですね、あれだけ大差をつけられるという状況になりまして、本当に、やっぱり今、これだけ日本が今回ね、すごい好調だったにもかかわらず、あれだけの点差をつけられるというあたり、まあ、ちょっとややものすごくアウェーであったというところ、それから、まあ、思いっきりその戦術、まあ、ある種、不意をつくようなことで、相手の術中に見事にはまってしまったというところはあったにせよ、やはりアメリカが強かったということは否めないと思います。まあ、しかしですね、今回ですね、まあ、そうは言ってもやはり、改めて、2大会連続で決勝に行ったということは、これは本当にすごい快挙だと思います。やはり私はこれも前回の優勝の賜物から、さらにそこにおごることなく、前回の優勝が、まあ、フロックだと言われることないようですね、しっかり日々鍛錬してきて、日本サッカー界を上げて、積み上げてきた結果、もちろん選手たちの、本当に、日頃の努力の決意だと思います。で、一つ今回言えるのはですね、今実は2023年の、次の次の、あ、そっか、次の次ですね。次の次の、8年後のワールドカップ、女子のワールドカップをですね、今日本がですね、一応、開催地に手を挙げる方向になっております。で、なんとかですね、これをですね、呼ぶことによって、2つの、大きな、メリットがあるんじゃないかと。で、1つはですね、実は皆さん、女子サッカーがですね、実は今回、アメリカとこれだけ、まあ、アメリカと擦るところまで、なんとか日本はやってきたんですが、実は競技人口においてはですね、まだまだですね、ものすごい40倍、数十倍の差があるということで、丸山桂里奈選手がですね、記事で、この間、それを指摘している記事を読んだんですけども、実は、まあ、そういう意味では非常にですね、まだまだマイナー競技であるところで、なんとか頑張って、結果を出してきております。なんとかですね、やはり、その国の国力、サッカーが高まるには、やはり競技人口がですね、増えないと、長くその力を維持することはできないと思いますので、もしワールドカップをですね、勝利することができれば、この辺りの、大きな、追い風になるんではないかと思います。それから2023年ということはですね、東京オリンピックの3年後になるわけですが、東京オリンピック終わった後ですね、やはり例の国立競技場の問題もありますけども、国立競技場、まあ、どういう形で、まあ、このまま今のぐだぐだのまま建設されるのかどうかなんとも言えないんですが、いずれにしろ大きなスタジアムができますとですね、何がした形でやっぱり維持管理をしていかなければならない。そのためにはやはり重要なメインスポーツコンテンツ、いろいろなエンターテインメントのコンテンツを増やして採算を上げていくという、稼ぐということなんですが、まあ、やはりワールドカップのような大きな大会があると、やはりまあ、スタジアムで稼いでいく上で大きなメリットだと思います。特に女子のワールドカップというのは、男子の大会をですね、開催するほど、そこまで大きなリソースを割かなくてもいいというところがあります。で、このあたりで、むしろですね、逆方にとってですね、2023年、を呼ぶことは、ちょうど東京オリンピックでだいぶですね、日本のリソースも結構だいぶ使い果たしている部分があると思うんで、ちょうどその男子のワールドカップを呼ぶよりは、現実的に呼びやすい、それからある程度ちょっとした、まあ、やはりそれなりの世界大会が、コンテンツが欲しいというところもあるので、女子のワールドカップを何としても2023年に実現することによって、また日本のスポーツシーン、それから新たな日本の、スポーツ大会を通じた、まあ、経済活用だったりとか、そういうところに寄与するんじゃないかと思います。ぜひ、女子のワールドカップ2023年招致を実現したいと思います。その機運が高まるきっかけになればいいと思います。